阪神淡路大震災の追悼行事1.17の集いの実行委員会は今日、来年は会場の再整備の影響で規模を縮小し、一部入場制限も行うと発表しました。1.17の集いは毎年1月17日に神戸市中央区の公園東遊園地で開かれ、震災発生時刻の 午前5時46分には訪れた人た人ちが黙祷を捧げています主催する実行委員会はきょう会見し来年は公園の再整備工事の影響で会場への出入り口が限られることから午前5時から6時半まで入場を制限するほか竹灯籠の数を半分に減らし竹灯籠でかたどった文字の大きさも半分と 規模を縮小ししして開催すると発表しました今回も本当はもっとできることもあったと思うんですけどあの、至らなかったっていうことが本当に申し訳ないです、何かが小さくなった、何かができなくなったっていうことは、やっぱりそれすなわちあの、そういう象徴になりかねないなと思っていること、だからまあ私たちは一年一年、あの新しいこととか、まあ、いろんな仕組みを入れてきた。今年1月の集いは コロナ禍で感染対策に配慮して開催されました。